皆さんおはようございます。水曜日はけんちゃんちーちゃんの演歌朝一番の番組です。この番組は楠木健二坂井千春でお送りいたします。
ようございます。おはようございます。ただいまお聴きしていただいた曲は私酒井千春の柳瀬恋物語です。さあ9月25日、はい、ということで、ね、月末まで近くなったということで、あっという間ですね。9月もなんかこう夏休みまたすぐだなという感じですけども、はい、今日は、まあ、主婦の休みということでしてね。あ、そうだよね。なかなかこう、まあ、ずっとね、毎日専業、専業主婦の方はね、そうです、時給にすると結構大変ですよ。結構ね大変だけど、大変だけどね、はい、まあね、これをきっかけに皆さんは休みを取るのもいいんじゃないでしょうか ね。千春ちゃんは何も経験ないということで、ね、そうなんですよね、語れないというのが、語れないですよね。子育てもないし、はい、ね、そうです、そうです、はい、夫もいないし、いや欲しいですね、欲しい、早く言って、あの、すいません、あの、大丈夫でね、お聞きになった方ね、ぜひ挑戦してみてください。募集してください、来てください。募集してます、はい、おはようございます。おはようございます。9月25日ですね、25日、はい、早くね、僕もですね、今ちいちゃんも今、彼女募集中ですので。あ、そうなの。不協の世界ですからね。それが俺が不思議だな。僕、一人ぼっちなんです、不協の世界で。だって、あのね、はっきり言ってそんなね、女のいるところに、じゃあ女って言っていいかね、女性のいるところに行かないとダメです、うん、そうですよね、はい、あの、はい、社交ダンスをするとか、はい、そうですよね、うん、踊らなきゃね、やっぱダンスしなきゃいけないですよね。そうです、いないとこばっか行ってるんですよ、あの川とか土壌すくいとか、その違うの、うん、さあ、話かなりずれちゃいましたけど、話ずれちゃいましたけど、ね、はい、さあ、もう10月なんで、もう秋ということですね、はい、秋、スポーツの秋、食の秋、はい、読書の秋とね、はい、いろいろいろんな人をそれぞれあると思いますが、ス、はい、ーちゃんはですね、はい、早速秋のクイズを、あ、それさ、はい、もし当たったらさ、それ、うん、あの、おちょぼさんで、あの、栗買ってくんない？それがちょっと、これね、放送終わったら、ちょっと話しましょう。ちょっと話しよう。はい、じゃあ早速クイズいきますよ。はい。あと一番のクイズです。はい。問題です。はい。西条秀樹さんが、はい、エンディングの部分で、涙なんか、涙なんかいるもんか、バカ野郎と叫ぶ。え？この曲のタイトルを次の4つから選びなさい。1、愛の十字架。2、粗大ゴミじゃねえ。3、ちぎれた愛。4、白い教会。さて、この1番じゃない、愛の十字架、お二人とも、うん、4番の白い教会でした。白い教会、白い教会の中です、皆さんまた聞いてみてくださいね。それ、はい、ちょっとそれもう一回ちょっとセリフ言ってくんな。涙なんか、涙なんかいるもんか、バカ野郎。それ三木勝彦じゃない、西条秀樹さんです。はい、さあ待て、もう一ついきますよ、はい、次のうちロス・インディオス&シルビアのヒット曲、はい、別れても好きな人の歌詞の中に出てこない東京の地名はどこでしょうという問題です。1番赤坂、2番新宿、3番渋谷、4番高輪。高輪は出るね、1番だね、それ。新宿、新宿は出る、1番なんだったっけ。正解は新宿です。ちいちゃんが正解ですよ。あ、そう、本当。原宿が出るんですね。原宿はね、うん、渋谷も出るね。そう、2番の新宿だけないんです。新宿だけない、やった、これもらえるじゃん。さあ、皆さん楽しい秋を過ごして今日も放送楽しくやっていきましょうね。はい、よろしくお願いします。おかしなお菓子株式会社悟空、 QR コード付きせんべい、岐阜の名産品八乙せんべいをベースに販促品として喜んでもらえる商品です。チラシから食べれる広告へ、電話 050-5848-6383 まで。何でも揃うおまかせ安吉、明るいスタッフがお出迎え。大垣インターのすぐ北、電話0584-71-9234、大垣71-9234まで。ケンちゃん、ちーちゃんのネットで頼り。
このコーナーは私酒井千春の SNS インターネットによる Facebook、Twitter、ブログにテーマを決めまして寄せられたコメントをお届けするコーナーです。さあ今週のテーマはですね、はい、テーマはちょっと秋になってきましたので、ね、はい、なんか人を恋しくなってくるのかなと思いまして、はい、ちょっとムズムズついてますそんなことないか、そんな感じで かもしれないんですけども、うん、ちょっと変わってますよ、はい、男とは女とは、ああ男と女ということでですね、おどきめどきやね、そうですね、はい、格言的なことをですね、はい、書いていただいたんですけども、早速ちょっと難しかったかな、コメントが少し少ないかなという感じなんですけどね、では読みますね、はい、関野美さん、いつもありがとうございます、はい、ありがとうございます。男とはカッコつけるが心は弱いもの女とは師匠らしいふりをするが心は強いもの、あなんてね、なんてね、男は虚勢よく見えっぱり、うん、女とは顔に出さぬが男を上手に操る、男は見た目より弱く女を操っているより実は操られている、女性の方は世の中をしたたかに強く生きてるのかも、でなんかそれぞれすごい経験してるみたいじゃない、そうですね、で書いたら他の方がですね、うん、あの言い当ててますって、はい、言い当ててますやり取りがありましたけどね、ああそういうことやね、なかなかのという感じですけどね、こうイメージ度っていうとこうなんか男性ってこう強いそうだね、女性をグイグイ引っ張っていく感じですけども、うん、まあ、今そういう人が少ないんじゃない、草食系ですからね、うん、ちょっと少ないんだよね、本当にね、こう、うん、もうなんか事故がないというのか、女の子が強くてよくなんか女の子にこう怒られてる男の子を見ますけど、ね、引っ張ってるところによく見ますね、そうです、うん、どちらかというと私も結構強いあそうだね、結構気が強そうだね右行くって左行きたいというタイプでしょ、こっちこってしまうことがたまにあるので、あそうかそうか、気をつけなきゃいけないなと思ってるんですけども、うん、こうなんか久保さんはありますか、どっちかっていうとさ、はい、じゃあ僕はもう自然とあっち決めなくて向こうも大体もうこっち行ってあっち行ってご飯食事やってほんでここで休憩してここで大体こうずっともうほとんど僕の何ていうの誘導でずっと動く、あじゃあもうこう男性を立ててるって感じですね、もう女性の人はね、ねえ、うん、もうそこの中で、あ私は何か食べたいよって言えばそっち行っちゃうし、はいはい、うん、ちょっと湖が見たいよって湖に行っちゃうし、その方がいいんじゃない、です男が、はい、男とある程度こう芯を持った男性の方がうまくいくのかなと、一番やりにくいのはね、俺はここに行く、あそこに行く、いやお前も我慢しろ、ここにこれ食べやとか、そういうのはやっぱり一番ね、女に嫌われるタイプかなと思うんですけど、そうそう、ある程度に相手に合わせるっていうことも、はい、自己中じゃどうしても ね、 そうですね、ついていけないよね、はい、はい、はい、とても参考になりました、はい、ぜひこう生かして、そうだね、ちょっと恋愛してみようかなと思います、ぜひね、ね、はい、はい、Who's number one music station? Number one music station. We are Radio 80. 岐阜市岩崎にあるカラオケ喫茶、広くて明るい店内、客席50席を設け、発表会にもご利用いただける広いステージも設備しております。電話 058-236-0866 ドリームスタジアム2。ケンちゃんとちーちゃんのワンポイントアドバイスコーナー。このコーナーは私たちがおすすめする曲ワンポイントアドバイスさせていただきます。さあ今日おすすめする曲はですね、はい、これは大ヒットでしたね、いい曲でございます、はいはい、秋元純子さんの愛のままでということで、この曲は演歌ではないですので、こうあまりしっかり歌いすぎないというのか、だいたいこうなんだこうふわっとした感じの、歌い方の方が、合うのかなという感じですね、はい、できればこう上からこう下からぐわっと戻る、なるような気持ちで、体から押し出すような感じで、ね、感じで歌っていただけるといいのではないと思います、はい、それではまず私酒井千春の歌をお聴きください。
たちは何を騒ぐの、甘い果実が欲しいのですか。誰かと比べる幸せなんていらない。あなたの視線が愛しくあれば、ああこの世に生まれ巡り会う奇跡、ときめきを投げかけて、愛が愛のままで終わるように。それでは来週もお楽しみに。さあ番組の終盤となりましたけどね、はい、はい、ということで、あ、はい、告知とりあえずさせていただきます。9月27日、はい、温泉芸場ですね。あ、温泉芸場ね、はい、あと誕生日があります。あ、本当だよね、はい、24になります。はい、それでは楠木さん告知お願いします。はい、僕は9月27日ね、鏡ヶ原の方でね、日家さんですけどね、はい、そこでまた45分歌いますので、ぜひ近くの人は来てください。はい、さあ、今日ね、はい、明後日、ちいちゃんの誕生日ということで、はい、クロスさん、ハッピーバースデー歌いましょう。いいですか？はい。ハッピーバースデー to you。 ハッピーバースデーちいちゃん。ハッピーバースデーディアちいちゃん。ありがとうございます。ハッピーバースデー to you。いくつになりましたかね？24です。1月が24歳でございます。これからますますお二人もね、頑張っていきますので、皆さんよろしくお願いしますね。はい、それでは皆様が笑顔になりますように。それではハッピーな1週間をお迎えください。それでは最後に楠木健二人笑顔を聞いてください。流れる人よが